皆さんこんにちは、漫画ゲーマー代表のバンブです。今年は世界中で、大変なことになっておりますが、元気でやっていますでしょうか。日本も緊急事態宣言が続いている中で、辛い状況がまだ続いております。生活が厳しい方も、この動画を見ている方はですね、いらっしゃるかもしれません。私も国内のイベントが軒並みキャンセルになりましてですね、非常に大変です。でもこんな時だからこそ、みんなで協力し合ってですね、このコロナウイルスの騒動をですね、乗り越えたいと思います。さて、その中大変お待たせしておりました、日暮らしの泣く頃に本編の最終章祭り林編が先日無事に発売されました。そしてご存知かもしれませんが、日暮らしの泣く頃に、は雛見沢症候群を発症する架空のウイルスと謎の脅威に対して立ち向かう物語でもあります。そこで、今回ですね、漫画ゲーマーではですね、今回のこの雛見沢ウイルス撲滅キャンペーンを実施中でございます。まず始まりの第1章鬼隠し編がなんと丸々1本無料配信中でございます。これは新型コロナウイルスが1日でも早く収束するようにですね、願いを込め、現実に有効なワクチン治療薬が開発されるまで、継続します。そして、前編の、第2章から第4章、こちらも今ならなんと 75% オフで、購入できます。日暮らしの泣く頃には、新作アニメも発表されていますので、ぜひこの機会に原作を遊んでみてください。そして、次にアリスソフトの新作、超高天使エスカレイヤー R がいよいよ6月に発売になります。まあ漫画ゲーマーズでもね、漫画ゲーマーでも絶賛予約中でございます。エスカレイヤーは私自身も大好きで、アリス屈指の名作だと思ってますので、ぜひこの機会にですね、皆さんプレイをしていただければなと思います。そして同じくアリスソフトのランスシリーズの翻訳完成まで今しばらく、かかりますので、その間に楽しんでいただけたら幸いです。こちらの方もね、すごいボリュームなので、翻訳等々に時間がかかっておりますが、その分お待たせしている分、すごい、翻訳のランスができますので、ぜひお待ちください。そして、今後の新作発表を行いたいと思います。新作といってもですね、私自身が監督を務めました、オーバードライブ最新作にして最終作のムジクスというタイトルをですね、こちら英語版公式発表とさせていただきます。ロックンロール、まあそうですね、音楽をテーマにしたですね、本格化の、ビジュアルノベルです。こちら世界中の方もですね、日本語版をプレイされて、非常に海外の方からも評判を得ているので、正式にですね、英語版として、漫画ゲーマーよりリリースすることに、決定しました。ぜひこちらの、ムジクスも、早い段階で皆さんの元で、プレイできるように頑張って開発しますので、ぜひよろしくお願いします。こちら全年齢 Steam 版と、無料のアダルトパッチ、そして漫画ゲーマーでアダルト版を、リリースを予定しております。他にもですね、魅力的なゲームを続々と契約中でございます。弊社の、Twitter などをフォロー、アカウントチェックをお願いします。最後に、一日も早く、皆さんが平穏にビジュアルノベルを楽しめる、世の中に戻れますよう、漫画ゲーマースタッフ一同願っております。それではまたイベント等でお会いできるように